北大東空港は沖縄県島尻郡北大東村にある地方管理空港。年間利用客数は合計18,836人。南大東空港とを結ぶ航空路は直線距離にして約 12km、所要時間15分で定期航空路線としては日本一短い。風向きの関係で南北に直線飛行する日は 離陸後車輪を格納せずにそのまま着陸することもある。また、東空港は、琉球エアーコミューターが就航する空港としては、最東端の空港でもある。1965年、エアアメリカにより、南大東島に10人乗りの民間航空路が開通。1967年には、エアアメリカに代わり南西航空が初就航。北大東島の住民は、航空機を利用するために、 サバニアモーターボートを利用して南大東島まで行き来していた。1974年の秋からは村民の有志によりクラブを結成し、南大東島に常駐しているセスナ機で南北間を移動できるようになったが、会費は個人2万円、運賃5000円と割高であり、北大東村の村民は1日でも早い北大東航空路の就航を願っていた。 1971年4月、琉球列島前国民政府の援助金により、約760メートルの仮飛行場が完成。仮飛行場は、アスファルト舗装ではなく、栗石に、産後の石子を被せて固めたものであった。休館の時は、この滑走路で米軍機を用いて、患者を輸送した。また、同年9月、国務大臣の山中貞則が、 ヘリコプターで来島した時はこの仮飛行場を利用している。これは開拓以来初めての大臣の来島であった。その後、本格的な空港建設のための公聴会が開催され、公術人全員が空港の早期建設を予防。公聴会では村民は悪天候になると、船便も途絶えるため、離島区を味わっているとの意見が出された。1976年5月。 仮飛行場を拡張する形で空港建設が着工。途中、電話回線の問題により運輸省の設置許可の遅れが出たが、1978年4月に竣工同年6月30日に南西航空の DHC6 型ツイオッター機が初就航。開港式には村民が総出で新空港を訪れ、開港を祝った。最初に就航した。 DHC6 型は19人乗りで満員状態が相次いでいた。1997年の滑走路延長に伴い39人乗りの DHC8 型が就航。2016年からは50人乗りの DHC89400 が就航している。かつて空港には照明設備がなく、休館の夜間搬送時は職員がランタンを設置して航空機を誘導していたが、 沖縄県の南北大東空港夜間、照明整備事業により、平成29年度に照明が供用開始された、北大東空港付近の空中写真、滑走路延長800メートルの頃、国土交通省国土画像情報をもとに、作成琉球エアコミューター2012年7月のダイヤでは運行は1日1便のみで、那覇空港北大東空港南大東空港、 那覇空港の三角ルートで行われ、曜日によってその周りが逆になる。機材は、ボンバルディア社の DHC89400cc が使用されている。特典航空券など一部運賃を除き、南大東への経由便であっても、直行便と同じ運賃となる特例が適用される。2012年7月までは、JAL マイレージバンクのマイル積算対象外となっていた。ありがとうございます。